はいどうも、今回はダイソーの方で気になる商品があったので購入してきました。今回購入してきた商品がこちらです。工具小物入れケース550円の商品なんですけれども、ダイソーの工具コーナーのところで見つけた、大きいんですけど気になって購入しました。まあ何をするものかというと、まあこういうように釘だったりネジだったりという細かいものを収納する商品、まああとは細かい、まあ、ドライバーだったりのね、工具関係をちっちゃいものとか収納するのに使ってます。でこの商品をまあ実際、まあ、こういう釘とかのね仕分けに使おうかなと最初思ったんですが、形がね、まあ、こういう何ていうんですかね、とってもあって持ち運べる、はい、でロックもしっかりしてるというので、スライド式のロックがあって、これを両方まず外します。はい、で、上に上げるとこう開く、まあ中こう分かれてるんですけど、ここはね固定なんです、大きさが。でもこの上の部分はこの仕分けのね、この辺が外せたりするので、こういう感じで、はい、でこのサイズ感見てあっと思ったのが、はい、こちらミニ四駆、これを入れるケースにならないかなと思ってちょっと買ってみました。これねちょうどいい具合のサイズ感だと思うんですよ。まあなんかね、他あのスポンジとかここに入れてしまえばこのぐらつきも少ないかなと思うんで、ちょっと工夫すればこれミニ四駆のケースになるんじゃないかなと思って、あの交換のねパーツとかこの辺に全部入りますしね、まあこういうのはこういうモーターケースとかもね、まあ、直接ちょっとサイズ感が微妙なんで、まあでもね、いろいろやり方はいろいろあるかなとも思いますので、ね、こういう感じでどんどんパーツをね収納しとくにもいいし、あと他の100均に売ってるねちっちゃいあのケースとかがあったらそれに小分けにして、まあ、何かとね収納をこのままね直接このままっていうのはちょっとしんどいかもしれないんですけど、あの工夫次第でオリジナルのミニ四駆のね、ピットケースになるんじゃないかなと思って、こうねミニ四駆、まあ、こういう風にモーターだったり、まあ、タイヤだったりと、はい、パーツ結構増えてくるとね管理が難しいんですよね。なので、まあ、こういう感じでね整理するのに使えるし、まあ、あのしっかりロックできますから安全ですし、こうやって持ち運びできます。ちょっとした改造で本当ミニ四駆のピットケースになるので、こうオリジナルのものが欲しいとか、まあいろいろやりようはあるかなと思うんで、どうでしょうか。まあでもさっきみたいにね、こう電池、こういうちっちゃいケースとかを使うのもいいかなとも思いますし、まあ仕切りはねこれ自分でカットしてもいいんじゃないかなとも思いますので、自由な使い方はできると思うんで、まあ、あのジャストフィットっていうわけではないんですけど、こういうのもありますので、どうでしょうか。こういうね、あの従来の使い方以外にこんな使い方もおすすめというのがあれば紹介もしていきたいなと思っているので、個人的にはこれ見た時にはミニ四駆にちょうどいいと思ったんで、まあ、実際入るか入らないか確認はしてなかったんですけど、思ってたよりはなんか使い勝手は良さそうな気がしたので、まあ、ちょっとこの中ねアレンジしながらミニ四駆整理したいと思います。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。